礼着席本日、国家公務員合同初任研修の開講にあたり、国家公務員としての歩みを踏み出す皆さんに一言申し上げます。日本は今 復興の遅れに加え、経済、外交、教育など、様々な面で国家的な危機に直面しています。こうした危機に立ち向かうのは、並大抵の仕事ではありません。しかし、このような厳しい任務が待っていることを承知の上で、むしろ国家国民のために尽くすことの、尽くすとの強い使命感を そして覚悟を持って、この世界に飛び込んでくれた皆さんに、まず心より歓迎の意を表したいと思います。木の時代になって、皆さんに求められることは何か、それは政策のプロとなることです。上辺の議論や 従来のやり方ではない、自演を超えた発想がなければ、現下の国家的な危機は乗り越えていくことはできません。さらに、世界に目を転じれば、大競争の時代に突入しています。人材や企業の方が国を選ぶ時代です。世界と 渡り合っていくために皆さんに求められる専門性や手腕は生半可なものではありません政策の企画立案を担う皆さんがその政策分野のスペシャリストでなければ国益を守っていくことはできません昔ある古い手に一話の アヒルが住んでいましたこのアヒルは自分は飛ぶことも泳ぐことも歩くことも歌うこともできる世の中に鳥獣は多いが自分ほど多芸のものはいないといつも周囲に自慢していたそうですある日池にやってきた馬にいつものように自慢したところ馬は「なるほどあなたは多芸だが」 おりははのように上手ではない飛ぶといってもカモメやカモには及ばない歩く姿は醜く,く泣く声は他の鳥より聞き苦しいと答えましたアヒルはこの言葉に大いに恥じってこそこそとその場から逃げていったそんな昔話があります 日本にはややもすると何でもできるジェネラリストが良いと考える傾向があります。上辺を取り作ることが得意な単に器用な人間を優秀だと考えがちです。しかし中途半端な芸がたくさんあるよりも一芸に秀でている方が良いというこのアヒルの戒めを皆さんには 常にんで欲しいいと思いますそれぞれの政策分野で誰にも負けないプロの行政官を目指し自分はアヒルになってはいないかと常に自問をしながら厳しく研さを積み重ねてほしいと思いますそして皆さんの力を国家的な危機を突破するために遺憾なく 発揮してほしいと願いますさて幕末の時代も日本は国家的な危機に直面していました欧米列強の圧力が強まる中で徳川幕府が滅び明治新政府の努力によって何とか危機を乗り越えることができました徳川幕府はなぜ滅んだのかかつて 幕府の役人でもあった福地源一郎は遺品の後その真相を書き残そうと努力しましたその著書幕府水論』の中で福地は小栗光瀬の瀬の次の言葉を引用しています一言をもって国を滅ぼすべきものあるやどうかなろうという一言 これなり幕府が滅亡したのはこの一言なり国家の一大事に直面しながらもどうにかなるだろうという根拠のない期待を持ち続け決断できず行動を起こさなかった当時の徳川幕府の状況がありのままに描かれています。課題の先送り、そして、 責任の回避自分がやらなくてもどうにかなるという気持ちを戒めるこの言葉は150年を経た現代の私たちにも大きな警鐘を鳴らしています目の前にある課題に対してどうにかなると人任せにするのではなく皆さんが自らの力でどうにかするという意思を持って 能動的にあらゆることに当たってほしいと願います昭和のプロ野球を代表する名選手であった中島千代さんはサードが守備位置でしたが時にはショートはおるかセカンドの守備範囲にまで果敢にボールを拾いに行ったとも語り継がれていますこれは人の仕事だと自らの 守備範囲を小さく提示して目の前の課題から逃げるのではなくむしろ自分の仕事として積極的に取り組んでください課題を発見すれば他省庁の仕事のように思えることでもその省庁にも協力を得るよう求めながら主体的に取り組むそれこそが縦割りの打破です 政治家との関係も同様です。決めるのは政治家だとか、政治家に言われたことだけをやっていればよい、など、政治主導という言葉を隠れ蓑のにして、自らの守備範囲を小さくしてはいけません。政治家も、皆さんたち、公民も、国家、国民のために尽くすという点では、 同じです皆さんの先輩だし私たち政治家と共に天下国家を論じ行動し困難な課題に結果を出してきました皆さんにもその使命感と行政のプロとしての誇りを胸に全ては国家国民のために自らの判断で政策立案にあたっては 積極的に提案し、現場にあっては果敢に行動してもらいたいと思います。果敢に行動すれば、時には失敗することもあるでしょう。しかし、失敗は何かにチャレンジした人にしか訪れません。成功か、失敗かという結果は、タイミングや運にも、 左右されるものですむしろ私は、結果自体よりも、チャレンジしようとする精神こそが評価されるべきものであると考えます。何もしない人は、失敗することもないでしょう。しかし、誰もチャレンジしない国には、将来の発展などありません。皆さんには失敗を恐れずに、 何事にもチャレンジする精神を持ち続けてほしいと思います。身近らの信じる政策であれば、一度や二度の失敗にへこたれることなく、実践に向けて、あくなき挑戦を続けてほしいと願います。自ら帰り見て、なお組んば、千万人といえども、 悪ゆかんこの申しの言葉を胸に私はこれまで常に国家国民のためであれば批判を恐れずに行動する戦う政治家でありたいと思い実践してきました皆さんにも国家国民のためであればどんなに厳しい壁にぶち当たっても信念を貫いて行動する 戦う公務員になってほしいと強く願います。そうした強さに加えて、最後に、これから国民全体の奉仕者となる皆さんには、もう一つ忘れないでも欲しいものがあります。それは、周囲への感謝の気持ちです。皆さんが今ここにいるのは、ご家族や 学校の先生、地域の皆さんなど多くの人たちの支えがあったのことです。そして皆さんはこれからの仕事においても多くの人と交わり、達し合れることになるでしょう。とりわけ公務員の仕事は最終的には一人一人の国民とつながっています。自分一人がどんなに頑張っても 仕事は完結しません。多くの人たちの理解協力がなければ、大事を成し遂げることはできません。常に周囲への感謝の気持ちを持ちながら、仕事に当たる、その先に真に国民目線での仕事があり、国家国民のために尽くす公務員の姿があると私は信じます。 これからの日本は皆さんの総建にかかっています。皆さんにはその自信と誇りを胸に存分に力を発揮していただきたい。これから記念し、私の訓示といたします。どうか皆さん、国民のために頑張ってください。終わります。 研修院起立礼安倍内閣総理大臣はここで退席されます。拍手でお送りください。